こんばんは。もう寒くて寒くてもう寒い。寒すぎる。寒くないですか？家だ。家に帰ってきました。こんばんは。中村舞です。お疲れありがとう。寒い。プレゼントもありがとう。ハートもありがとう。もうずっとこのあれ見えるかな。これを前からずっと離れられない。ハートありがとうございます。おかえり、ただいま。こんばんは。久しぶりの家です。スノードームありがとう。プレゼントもありがとう。ねえ、寒いんだけど、いやなんか仙台、あの宮城県いたんですけど、なんかめっちゃ寒いなって思ったんですよ、宮城県。で広島着いて、広島も寒すぎてめっちゃびっくりして。プレゼントありがとうございます。大間だよ。なんかこっちね、ありがとう。広島寒い、雪降っとるしね。今はね、そんなのかな。帰ってくるときはそんなだったけど。そう、広島寒い。ありがとうございます。日本が寒いね。だから日本が寒いらしい、全体的にね。プレゼントありがとう。今日はね、あのホヤイベントだったりとか、いろいろラジオだったりとか、あとはテレビだったりとか、そういろいろとしてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。お、そう、ホヤもそう、明日からネット販売開始なんですけども、そう、たくさん皆さんにゲットしていただいてすごい嬉しかったです。たくありがとうございます。ホヤ売る人生すごい。いや私ね、考えてたんですよ、なんかホヤとか売らないだろうなと思って。でもね、なんか前にパクチーとかも売ったことあるの。岡山パクチー、通称オカパク。いやパクチー売る人生もすごいなと思ってたけど、ホヤを売る人生もすごいですよね。え、そうよ、そうよ。なんかさ、揺らさないで。あ、ごめんごめん、手持ちないよ、ごめんね。そうよ、なんかなかなかさ、あんまり売らんようなものを。そうよ、独特じゃない、なんか全部。全体ありがとうございます。ホヤクッキングしたい。まだ缶もらってない、自分の。あの実物はすごい触らせていただいたっていうか、あの手に取ったんですけども。あれ、ありがとう、プレゼント。おすすめの食べ方難しい。まだまだわからん。まだなんかいろいろ挑戦はしてないんですよ。そうなんです。グラグラしてるって言われた。ごめんね。本当ありがとう。缶捨てられない、飾ってくださいよ。ホヤ料理を作らないとなんですけども、なんかさ、さっきクロワッサン食べたんだよね。クロワッサンついてる気がした。
3分前ぐらいにクロワッサン食べてた、配信の。プレゼントありがとうございます。うわ、ありがとう。ついてて大丈夫？恥ずかしい。お土産買ったよ。あっちに置いちゃったけど、なんか仙台いちごのタルトみたいなのと、あとね、あれ買ったんよ。なんか牛タンを食べるときに、なんか必ずどっかお店で牛タン定食を頼むと、牛タンとなんかあと辛味噌みたいなのがついてくるんですよね。あの、何ですかね、なんかちょっとつけると結構辛めの味噌ねえつ、あのなんか緑のさ、そう、なんか必ず結構ついてくるんですよ。ほぼほぼほぼどこで頼んでも。でそれだけが売ってたので、ちょっとそれ買いました。好きなんですよね。なんか緑っぽいやつ。緑、なんかあれなんなん、あれ、あれなんなんですかね。唐辛子？違う？ちょっと辛いやつです。青唐辛子かな？わかんない。になんか味噌がついてる。焚き火ありがとう。あれ美味しい。あれ合う。お肉と。そう。今年はマイキューに会えなかった、来年は会いましょうね。来年は絶対に約束。そう、買いましたよ。え、これさ、何、あの、ハギの月っていうの、これ読み方合っとる？あの、差し入れでいただきましたね。いただきました。差し入れめっちゃ来たんですよ。本当にたくさんいただいて、え、まだ食べてない、持って帰った。差し入れも、なんかね、私ね、ライブ終わりにこう、何ですか、こうたくさん差し入れをいただいて、その差し入れを全部持って帰るんですよ。こうちょっとずついろんな種類を。でそれをなんか朝とか食べたり、あと家に持って帰って食べたり、そう、なんか結構自分のタイミングで食べるんですけど、そう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 、それも持って帰った。たこと、ゆきと、ありがとう、ありがとうございます。石鹸食べようとした、そう、石鹸今日食べようとした、びっくりした、食べんくてよかった。眠そうね、そう、眠、若干眠たいよ。そう、ちょっとメールにも書いたんだけど、見せたい。ちょっとね、待って、あっちにあるんよ。ちょっと待ってね、これ見て、可愛いじゃん、ワンピース。ちょっと待ってね。ああ、テレビの音が、すいません、すいませんね、テレビがついてて。よいしょ、これ見てください。このちょっと伝わるかな、画面で。こんな感じで、なんかこの横から見てもらったらわかるんですけど、マカロン、もう完全にマカロンじゃん、これ。でさ、これをさ、私さ、なんかさ、多分みんなね、なんか多分石鹸ですよって、なんかその吉崎凛子ちゃんのお母さんがね、みんなに一つずつなんか石鹸を作ってくれたんですよ。これ手作り石鹸らしくて、で多分そのマネージャーさんが、その石鹸ですよっていう説明をしたと
なんか聞いたんですけど、私はそれを全然なんかもう聞こえてなくって、でなんかいつものように持って帰って、こう言ってもうこう差し入れとかこう持って帰って、でホテルで朝起きて朝ごはんに食べようと思ってたんですよ。で朝ごはんに食べようと思ってた、でもなんか時間がなくって、朝ホテルで、であやばいやばいと思って、もうこれ持ってって楽屋で食べようと思って、ね、持ってって、で、カバンから出して、で、隣に今日リンコちゃんがいたから、リンコちゃんってこれありがとねって、本当に、これお母さんありがとねって、今から食べるわって、これ今から食べるわって言ったら、リンコちゃんが、ええー、何言ってるんですか、マイケルさんそれ、石鹸ですよ、なんで食べるんですか、これ石鹸だみたいな、マジみたいな、もうびっくりよね。リンコちゃんからしたらすごい、私はすごいちょっとサイコパスみたいなこれ食べるわーとかって言ってさ、でもびっくりよね確かに。で私ホテルで食べてたらさ、多分普通に食べてたんだよね石鹸ありがとうございます。気づかずに食べた。その後リンコちゃんのお母さんに会って、でなんか石鹸を食べようとしたと聞きましたって言われて、いやあーみたいなすいませんみたいな、なんか確かにマカロンに似てますよねって言われて、マカロンをイメージして作りましたって言って、いやそう、リンコちゃんのお母さんにも伝わって、いやすいませんってこれだマカロンかと思いました、マジでマカロンかと思った、使わせていただきます、石鹸です、危うく食べるとこでした。本人に伝え、そうよ、しかもなんか食べて、なんか何で気づいたんですか、匂いですかとかって言われて、いや確かにこれ食べようとしとったら匂いで気づいたんかな。私はねちょっとリンコちゃんにね違いますよって言ってもらって気づいたんですけど、めんこい石鹸かわいいよねこれめっちゃ、あでも匂いが石鹸だなこりゃあわわ、いやすごい石鹸かわいいしめちゃめちゃ、絶対これ食べたメンバーいるよ私以外に、私は食べてないけど絶対食べた人いる、絶対食べたでしょ他に千穂ちゃんとか絶対食べてるよ、もう絶対食べて、えなんかこれ何これって言ってると思う、絶対食べてるって、絶対食べてるよ、私気になるもん。でもね多分私ね気づかず食べとると思うよ全部私以外にも食べようと思ってた人を探したい。朝から衝撃だった今日笑)プレゼントありがとう。リオちゃんが投げてくれてる。リオちゃん。そう、いや楽しかった。なんか結構長かったんですけど、そう長い間行ってたんですけど、楽しい楽しい遠征でした。プレゼントありがとう。ちょっともう唇に色がなくてすみませんね。化粧くないね今日。ちょっとね明日からはね、もうね、もうクリスマスまでメリークリスマスって感じなんですよ。なんで頑張ります。もうね来週ってか今週か、今週末には。
クリスマスコンサートがありますので、もうそれに向けてうークリスマスって感じなので思います。もうめちゃくちゃクリスマスなんで12月、師走の忙しさ感じてる？でもなんかいいよね。なんか雪積もってほしいな。車とかで通勤されてる方とかは嫌かもしれないけど雪積もってほしい。雪をふかふかさせたい。広島あんま積もってはないんだよね。でも降ってるのは降ってた。あ、スノードームありがとう。58分、ちょっと誕生日呼ぼうか。くまねパパさん、福太郎さん、トールさん、ヒッキーさん、きなぺこさん、レインさん、りょうちゃんさん、柏崎ドライブ中仙台帰れないわさん、鍵括弧をつけて読み方を書いてくれた。金友さん、スルメッコさん、さくまるさん、吉拓さん、ゴンさん、ありがとうございます。おやすみなさい。マジでおやすみなさい。ありがとう。ありがとう。おやすみ。明日も頑張りましょう。じゃーん、こんな感じでした。おやすみなさいませ。かわいい。じゃーん。おやすみ。また明日。いっぱい寝てね。またね。Thank you.